りするのは増山れな&樽谷大輔さんです。お二人は第77回カンヌ国際映画祭公式プレスとして侍賞と映画披露上映が大人気。増山さんは女性画家、映画監督、ジャーナリスト、芸術家、パフォーマー、作家等さまざまな肩書きを持ち、また樽谷さんも映画監督、俳優、フォトグラファー、メディアプロデューサーと大変ご活躍中です。現在東京 MX テレビにて縁西の記憶ないコーナーで大輔とれなのメイキングフィルムが毎週土曜日午前11時に放送中ということです。はい、ということでれな監督、樽谷監督、どうもようこそお越しくださいました。カンヌぶりですよね。カンヌぶりです。私もそのカンヌ国際映画祭にちょっと行ってまいりました。何そのカンヌぶり、カンヌぶりってその挨拶あんの？それよくわかります。カンヌぶりよくわかります。会場にはその、映画上映に、出品した監督、グースイさんですね。はい、つゆくぼみほさんもいらっしゃってます。どうも。で、辻久保さんの、作品に私ビバシスターズっていう作品ですけど、そこにちょっと出させていただいて、私も参加させていただいたら、はい、ビバシスターズに、あの、樽谷監督と私も、はい、出ておりますよね。出ていただいて、そうですね、はい、日露合作映画歳三の刀のテーマ曲ともなっております。桜吹雪侍です。どうぞ。先日第77回カンヌ国際映画祭で公式プレスとしてレッドカーペットを取材してまいりましたね。はい、そうですね。1段目2段目は写真家、はい、4段目はテレビのプレスとして我々が行かさせてもらいました。はい、そしてさまざまなセレブの皆さんと一緒に、公式あの、こう披露上映会というのも開催しておりまして、ウエストイースト国際上映会、開催しております。はい、いや、興奮しましたね。はい、そうです。ここでも侍賞をさせていただき、行ってみたいなと思った方、はい、次は9月、8月末からベネチアで世界三大映画祭もう一度行ってきますので、行きたいなと思う方は一緒に行きましょう。ここで私たち賞をやったり、17作品インドや、イギリス、中国の作品も含めて上映をしてまいりましたね。そうですね。こちらの方はちはやぶる神の国、やはりですね、将軍の大ヒットがあるので侍がめちゃくちゃ受けるんですよ。そうでしたね。はい、とても受けました。そして私の方は明智光秀役ですね。はい、こちらがですね、本日紹介させていただきましたビバシスターズの一部ご紹介させていただいております。原めぐみさんが魔女役を演じました。美穂監督も本日来ておられます。素晴らしい作品になりまして、舞台挨拶もしていただきましたね。そうでしたね。こちらはトニー・スタッフさんも来てくださって、はい、私の友人で来ていただいて、はい、一緒に侍の稽古もさせていただきました。でこちらは私たちが今世界で取り組んでいる作品の一つ、広島の原爆を取り上げている貞子の鶴です。そうです、貞子の鶴。こちらの方はとても悲しいストーリーなんですけども、貞子さんが12歳で亡くなるまで折り鶴を折ったというストーリーを現代にタイムスリップした映画なんですけども、デヴィ夫人も声の出演を先ほどの要請などでされております。なんと国連大学の、平和大学の学長さんとも一緒に上映会をして、さまざまな国で上映をさせていただいて、やはり日本から平和の心を届けるということが我々侍のミッションでありますね。貞子の折り鶴のレプリカは去年 G7 広島サミットでも各国首脳陣に届けられました。それと同じものを私自身もローマ教皇に届けております。すごいんですよ監督、3万人以上の方がローマ教皇に会いたいということがあるのにもかかわらず、直接、対面されて、そして思いを伝えてこられましたね。はい、唯一の被爆国である日本、絶対核兵器廃絶、これは
ミッションとして侍のミッションだと思っておりますので、広島、はい、あの平和記念公園にこういった原爆の小像がありまして、実際の甥っ子であられます、佐々木あの裕二さんとも一緒に活動をさせていただいております。映画にも登場しております。で本日スペシャルバージョンで今朝あ、こちらが本当にローマ王に手が触れ合ってますよ ね、 そうですね、手は温かかったらしいです、はい、娘のソフィアがピーストリーをローマ教皇にも献上させてもらいました。こちらはウクライナのシーン、そしてこれがですね本日のガザですね。私たち世界中にジャーナリスト侍の友達おりまして、外国人特派員協会の、メンバーになるという状況なんですけれども、今朝彼からこちらの映像が届いてきました、こちらテントが連なっています。家が破壊され、ガザでは皆さんテントの中で暮らしている、電気も水もない、そういう状況を何とかしてほしいということで連絡をいただきました。今日の映像ですね、はい、生の映像です。ご覧ください。同じ地球に生きているすべての人たちが平和な思いを持てますように、そういった思いで本日もパフォーマンスをさせていただきます。ソフィア、
ございました。